カラーフードって知っていますか？白のフラボノイド、黒のアントシアニン、緑の葉緑素、赤のリコペン、黄色のカロチノイド。1988年カリフォルニアで始まったカラーにまつわる話。野菜と果物を1日に5回以上食べようというファイバーデイ、アメリカ国立がんセンターの支援を受け、アメリカ全土に広がりました。見た目も健康にも良いカラーフード、7種類の副原料とビタミン C を一度に。あなたの健康をカラーフードビタミン C がサポートします。活力を取り戻したいあなたに、純白のビタミン C に副原料として7種類の植物栄養素を配合し、同時に摂取することができます。酸味が少なく甘いマンゴー味で、子供から大人までビタミン C を手軽に補給できます。私の体が求めるカラーだから、カラーフードビタミン C。 皮膚や粘膜の健康を助け、抗酸化作用を持つ体に必要なアトミカラーフードビタミン C。 アトミは健康です。